って私、正吾におバカって言っちゃった。緊張してんの？もっと普通にしなよ。タイムマシンに乗れたらいつに行く？過去？それとも未来？
赤手紙通りがくれたの。私、この写真の髪飾りまだ持ってるんだよ。子供の時だよ。小学校の頃かな。じゃあ、そんくらいだね。ほら、これ見て、ショーゴ。ショーゴ、わかった？本当？あたしも本当は一番それが大事なんだ。違うよ。これが一番で、それは二番だった。あのね、ショーゴ、あのね、あたしね、それ取っちゃった、盗んじゃったの。違うよ、それじゃない。それはお母さんに買ってもらったんだもん。本当だよ、私買ってもらったの。あの写真の子だよ。いつも大家さん家のあの子のお下がりばっかりでさ、私は新品が欲しかったよ。でもさ、私ん家は貧乏だしね。やだな、思い出すとどうしてか体がドカドカするよ。お父さんがいなくなってからはマシだよ。大きな声で誰も怒鳴らなくなったからね。でもね、あの子がいろんなものをくれてさ、とても仲良くしてくれて、優しくしてくれるとどうしてもダメなの。そりゃ嬉しいよ、嬉しいはずだよ。嬉しくてもなんだか恥ずかしくて、それから悲しい、そう、悔しい気持ちがするんだよ。あの子が誕生日におばあちゃんに買ってもらった髪飾りがとっても綺麗だったよ。あんなに透明なのにいろんな色にピカピカ光るもの初めて見た。ガラスの一個一個がね、いっぱい削られててね、それが全部違う色だよ。
ちょっと角度を変えるとね、また違う色になっちゃうの。私はゆっくり回してね、その色が変わる瞬間はどこかなってそれを見つけようとしたけど、わからなかった。あれは不思議だね。ずっと手の中で回して見ていたかったな。それで欲しくなったんだ。どうしても欲しくなった。だから取ったの。あの子はすぐ亡くなってるのに気がついて一生懸命探してたよ。私はすごい胸が苦しくなって、あっちの方探してあげるよって、嘘ついて急いで逃げて帰った。バレてるかもってすごい嫌な気持ちがしたよ。なんだか涙が出てきて、すぐにお母さんに見つかった。でもお母さんも泣いてたよ。それで私はすごい悪いことをしたなって分かった。こっそりあの子んちのポストに入れて返した。だからね、それは代わりにお母さんが買ってくれたものなの。あの蝶みたいには光らないけど、私はそれがとっても好きなんだ。きっとね、綺麗だからだよ。それを見ると思い出すんだ、その時の気持ち。あのね、思うの、悪いことが汚いんじゃないよ。難しいけどね、綺麗なものはね、悪いことや汚いことのすぐ隣にあるんだ。いろんなことがあっていろんな風に見えるから難しいけどね。でもね、同じことだよ。汚いも悪いも綺麗もいいも、みんな同じようなことだよ。だけど私はそれが変わる瞬間がいつなのかまだ知らない。
今日はすっごい嬉しかったよ。ありがとう。